はい、我が家の白黒チワワを中国製スマホのカメラで撮影したらパンダと認識されたフォアグラさんです。こんにちは。今年は牛年、飼い主としてはめでたい牛柄だと思っていたんですが、まさかパンダだったと知る由もありませんでした。まあそもそもカメラの AI にパンダという選択肢があるあたり、さすが中国4000年の歴史を感じます。さて今日のテーマは 250cc と 400cc の関係から考えるより適した乗り方、選び方について。以前250と400の差のうち維持費を中心に解説した動画を作りましたが、今回は250、400の関係性の変化から自分の乗り方に合わせた選び方について解説をします。ちなみに維持費を中心に解説した動画については画面上部のリンクをクリックしてくださいね。またこの動画の終了画面にもリンクを貼っておきますので、この動画を見終わってからそちらに飛んでいただいても結構です。ところで皆さん、250と400って使い道によって得意不得意があったり、実は楽しみ方や所有する満足度にまで影響してくるってご存知でしたか？ただ単にパワーがあるかないかだけじゃないんですね。今日はその点について説明していこうと思います。それでは本日の内容です。まず最新の250と400のバイクの関係について解説をします。次に今から少し前の世代の250と400の関係について説明をします。実はここ数年で250と400の関係でガラッと大きく変わったんですよ。そして最後に最新の250と400。ちょっと前の250と400で実際に楽しみ方や使い方、得意なフィールドにどのような差があるのかをお伝えします。それでは早速内容に、といつもなら入るところなのですが、今日は一つ大事なお知らせがあります。実は前回の動画でチャンネルの立ち上げからちょうど10本目だったんですが、世間の役にも立てて自分にできることは何かっていうのを考えてみました。チャンネルを立ち上げてからまだ2週間ちょっとということもあって、収益などはまだ発生していないんですけれども、すでにチャンネル登録者数というのは3桁に達しています。調べてみるとどうやらなかなか早いペースのようです。すでにご登録いただいた皆様、そして今ご視聴いただいている皆様、ありがとうございます。そこで今後収益が発生した際には、その一部をヤマハナイスライド募金に協力しようと思います。実はすでに個人的に募金しているところなんですけれども、ヤマハさんが30年以上前から盲導犬の育成のために行っている活動です。今後は今まで通り動画チャンネルの運営を行うだけでなくて、社会貢献活動にも力を入れてまいりますので、チャンネル登録やグッドボタンのクリックで応援していただけると大変ありがたく思います。はい、すみません。ちょっと脇道に話が逸れてしまいました。本題に戻しましょう。まず最新のバイクにおける 250cc と 400cc の差を説明します。ここでは中型バイクの代表格とも言える忍者250と忍者400を例に挙げてみましょう。ちなみにヤマハの R25、まあ、R25 と R3 のようなバイクについても同じようなことが言えます。今の250、400の兄弟車というのは一言で言うと双子なんです。そう、そっくり。デザインからフレームから大きさや足回りというよりほとんど同じなんです。もう違いはほぼエンジンだけと言ってもいいくらい。あえて細かい点を挙げると、排気量の大きさに伴ってマフラーの大きさが少しだけ違ったり、パワーの強さによってリアタイヤの太さが1センチだけ差をつけていて、それらの分重さが違うというくらいでほとんど同じ。ほとんどのパーツが共用され、カウルの横の250、400という数字を見なければ、一見しただけではわかりません。今の250と400の兄弟車関係というのはそっくりな双子。一卵性ソーセージのような関係なんです。そして次、ちょっと前までの250と400の関係。それは親戚の子です。例えば CB400 スーパーフォアと、今はもうありませんが、ホーネットというバイク。これはどちらも水冷の DOHC4 気筒のエンジンを搭載したスポーツバイクです。まさに CB400 スーパーフォアの弟分がホーネット。このホーネットは正式には CB250F といい、まさに弟分であることがお分かりかと思います。しかしこの2台は外観が大きく異なっており、一目で全く別のバイクであることがわかります。スポーツ車だけでなくてアメリカンのようなバイクでも同様です。ドラッグスター400とドラッグスター250は形こそ似ていますが、400はまるで7半やリッターバイクのような迫力と重さであるのに対して、250はドラッグスター125と共通の車体を用いて、とにかく軽くてコンパクトです。さらに異なるのが、先ほど紹介した忍者の前のモデルともいえる、川崎の ZZR400 と ZZR250。ZZR400 は4気筒で、車体は600と共通のものでとても大柄です。大きさだけじゃなくて重さも197キロもあります。ZZR250 はそもそもエンジンが4気筒ではなく2気筒、重さも148キロと約50キロもの差があります。気筒の数も違えば重さも大きさも外観も全く違う。先ほど言った双子の忍者とは全然事情が違うんです。双子どころか親戚、いやちょっと顔の似ている赤の他人と言ってもいいでしょう。それくらい差別化されていたのが何年か前までの250と400の関係だったんです。
さて、それではこれまでのことを踏まえた上で250と400の楽しみ方の違いについて話をしたいと思います。まず現代のバイク双子の場合、400を選ぶことのメリットは、単純にほぼ同じ車体なのにパワーのあるエンジンが乗っているということです。それはつまり単純に速く走れる、トルクが強く低回転でも楽に走れるという点にあります。上り坂や高速道路などでも250より少ないストレスで走ることができるでしょう。逆に250にメリットがないかといえばそんなことはありません。実は走る楽しさという点では250の方が楽しいと感じる人の方が多いと思います。250はある程度高回転まで回さないと大きなバイクにはついていけません。そう、高回転まで回すのが当たり前、言い換えると高回転まで簡単に回すことができるエンジンなんです。そして峠道の上りでは高回転をキープできないとすぐにトルク不足で登らなくなってしまいます。ある意味ライダーを育ててくれるバイクとも言えます。自分は大学生の時、同じ4気筒同士の 400cc から 1000cc に乗り換えたんですが、 1000cc のエンジンがあまりにも高回転まで回らず、つまらなくて1年経たずに乗り換えてしまいました。400の時はレッドゾーンが 13,000 回転で、峠では1万回転あたりもよく使っていましたが、1000はレッドゾーンがわずか 9,000 回転。さらにトルクが強くて低回転でもそれなりに走れてしまう。当時の自分にはつまらなかったですね。憧れていたリッターバイクってこんなにつまらなかったんだとショックを受けました。もちろんリッターバイクでも高回転型のよく吹けるエンジンが乗ったものもあるので、そういうものを選べばよかったんだと気づかされました。そしてここからは現代のバイクについてまとめます。見た目や重さはほぼ同じなので、選ぶ基準は性能になってきます。400を選ぶべき人は、まず単純に運動性能、パワーを求めたいという方と、ツーリングを楽にしたいという方。峠、特に上りのコーナーでの立ち上がりは、単純に排気量のあるパワーのあるバイクが有利です。そして高回転をキープすることが難しかったとしても、トルクがあるので多少ごまかしが効きます。また、やはり低回転でもトルクがあるので、何時間も乗り続けるツーリングの場合、疲労感が違ってきます。高速道路では巡航速度を上げても快適ですし、80キロぐらいなら一番上のギアに放り込んでおけば振動も少なく快適に巡航できます。対して250を選ぶべき人は、やはり高回転まで回して楽しみたいという人。さっきほとんど話をしてしまいましたが、やはりパワーがない方が腕の差は顕著に走りに現れてきますし、ギアの選択を間違えてパワーバンドを外してしまった時は、400のようにアクセルを開けてごまかすことは難しいです。誤解のないように言っておきますが、長距離ツーリングだと決して苦手ではありません。400に比べるともちろん疲労感は増しますが、相手が良識のある方でしたら大型バイクの方だって一緒に走ることができます。時々とんでもない速度で走って中型を置き去りにしてマウントを取るような大型乗りの人もいますけれども、そのような方とはそもそも一緒に走っちゃいけませんからね。本当に大怪我しますから絶対におすすめしません。たとえ自分が大型に乗っていたとしてもおすすめはしません。次に少し前のバイク、親戚の子の場合、いやよく似た他人の場合、先ほど言った違いに加え、この場合は所有感や取り回しの良さという基準も加えて考えるべきです。見た目が全然違うので、俺ちょっと大きいの乗ってるぜみたいな見栄というのもありますよね。特にアメリカンの場合、やっぱり大きいのが好きという方も多いんじゃないでしょうか。逆に自分は街乗りメインだから取り回しのいい軽いバイクが欲しいとか、小柄なので体に合わせた小さいバイクがいいという場合は250を選ぶのがいいと思います。スポーツバイクに関しては、やはり250よりも400の方が楽にツーリングはできますし、400よりも250の方が高回転まで回ります。ツーリングや峠での走りに関しては、先ほど述べた現代のバイクと同じことが言えます。ただやっぱり見た目や重さは違ってくるので、単純にどちらが好みか、街中とツーリングどちらの扱いやすさを重視するかという点も考慮すべきだと思います。気筒の数すら違う ZZR のようなバイクの場合は、もはや別のバイクとして考えてもいいレベルだと思います。少し前のバイクに関しては基本的に排気量が大きい方が車体も重いため、さらに長距離ツーリング向きであり、排気量が小さい方が車体も軽いため、さらに街乗りや峠向きと言えます。現代の250と400の関係以上に、その排気量の差によるキャラクターの差もより顕著になっていると考えていただければ良いかと思います。はい、今回は現代と少し前の250と400の関係性の違いと、そこから考える排気量を選ぶ基準を提案しましたが、いかがでしたか。冒頭でもお伝えしましたが、以前250と400の維持費について具体的な金額を提示して、維持費にどれだけの差があるかを示した動画もアップしているので、そちらもぜひご覧いただければと思います。400は車検があるからと悩む人は多いと思いますが、この動画ではその費用も計上して試算しているので、ぜひご覧いただければと思います。この動画の最後にリンクが出てくるので、そこからぜひ飛んでください。このチャンネルでは今回のように、元バイク屋の私フォアグラさんがバイクに関する情報提供や北海道ツーリングの話題、カスタムやメンテナンスに関する情報提供を行っています。バイクが好きだ、バイクにもっと詳しくなりたい、フォアグラを食べてみたいという方はぜひチャンネル登録をお願いします。
それと今後収益化の際はヤマハのナイスライド募金にも収益の一部を協力していきますので、ぜひ今後ともご視聴いただければ嬉しく思います。250と400の維持費に関しては画面上部のおすすめ動画から飛んでくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。